本日は今を生きるカントリン理学の著者の秋元康隆先生にお越しいただきました。秋元先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。秋元康隆です。今を生きるカントリン理学っていう本を僕が紹介したら、編集の方がね気づいていただいて、でなんとその編集の方がわらがいさんっていうんですけど、田上先生の初めての動物倫理学、そうそう、同じレーベルなんですね、集英写真書の。それの編集者さんでもあったってことで、まあ、ネオコトユミに前々から目をつけていたみたいな感じで。で、今回、その、わらがいさんを、まあ、きっかけというか、つてで、秋元先生と、まあ、ざっくばらんにいろいろ話してみる機会を設けたら面白いんじゃないかということでね、秋元先生も快諾していただいたということで、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。私としてもこの本の中で、まあ、言いたいことは簡単には書いたんですけれども、いかんせん新書ですのであまり細かいことは書けないので、うん、こういう機会に話す機会話すことができるのは ありがたいことです。今回の本が、まあ、どういう内容でどういうつもりで書かれたのかっていうのを、まあ、お話ししていただくっていうのがすごいいいのかなと思うので、まあ、やっぱり著者ご本人の口柄言うのとでは全然違うだろうということで、ちょっとお話ししていただければと思います。わかりました。まあ、この新書の初めの方にもバーンと書いてあるんですけれども、私はカント倫理学が素晴らしいものだと思っています。はい。で、その素晴らしいの意味なんですけれども、カントはその人の内面に関心を寄せるんですね。その内面に関心を寄せて評価する、うん、でこういう考え方ってすごく大事だと思うんですね。世の中特に日本ですねは、はい、すごく結果主義というか結果が大事、うん、数字とか合否とか、はいはい、売上とか、はいはいはい、そういうことばっかり関心が向かっていて、プロセスはないがしろにされる、あまり関心を寄せられない傾向があると思うんですね、うん、という社会的風潮に、まあ、一石を投じるというか、改めて考えるきっかけとなるような本を書きたいと思ってこの本を書きました。で、先ほどネオさんがおっしゃった集英写真書にわらがいさんという敏腕の編集者がいまして、私に声をかけてくださって、というのも集英写真書を出す前に月曜社という出版社から医師の倫理学という、まあこれもカント倫理学を一般向けにまとめた本なんですけれども。一般向けなんですね、それも。僕、普通に研究書だと思ってたんですけど。そうですね。前半は少なくとも一般向けです。なるほど。確かに、中盤以降ちょっと抽象的になるんですけれども、ただ、これも事前知識なくても読めるようにというつもりでは書きました。で、この医師の倫理学を読んだわらがいさんが私に声をかけてくださって、多分こいつなら一般向けに分かりやすく書けるんじゃないかと多分思ってくださったんだと思います。それで具体的に応用倫理のテーマ、例えば生命倫理、医療倫理とか、技術がすごい進んでいる AI の倫理とか、で、まあ、昨今すごく問題になっている差別の問題とか、そういうのをカントで切り込んでくれないかって言われて、書きました。それプラス自分でビジネス倫理とか、道徳教育とかも付け足して、この形になったという経緯です。確かに、その僕もまあ、カント的な立場からの応用倫理学っていうような本ですね、一言で、かっこつけて言うとみたいな感じで紹介したんですけど、内面に切り込んでるとか、関心を寄せてるのが、そのカントの倫理学の魅力だってところで、なんていうか、逆に今の風潮っていうか、その、だから内面にはできるだけ関わらない。っていうのが逆にその結果だけにこうフォーカスするというか、できるだけ個人のその内面っていうのは関わらない方がいいんだっていうような規範がむしろ現代にあるような気がするんですよね。なんかその辺はどう思いますか？それは新鮮というか、聞いてなるほどと思いました。なんだろうね、うん、逆にね、隣に住んでる人にもあまり関わらないようにしよう、うんうんうん、そういう風潮ってことですかね。うん、とか、そう、だからある種、人の内面っていうのは、まあ、尊重されるべきものであって、だから内面に照らし合わせて善悪っていうのを論じるのがむしろけしからんみたいな、そういう風潮の方が現代ではあるんじゃないのかなっていう。うん、まあ、でも、相手の内面を尊重するの
ということと、うん、その相手の悩みを知ろうとすることは矛盾はしないと思うんですよね。もちろんもちろん、はい、むしろ私は決めつけるのは良くないと思ってて、はいはいはい、人の見た目だけからあそれはいい悪いっていうのはそれは決めつけじゃないのって思うんですよね。相手の言い分聞かなきゃ分からないでしょうと思うから、うん、だから内面を尊重するっていうことと一切探ろうとしないとか触らない方がいいみたいな話はまあ違うってことですよね。だからカントは自分で考えて自分で決断するっていう側面があるんですよね、はい、だからモノローグだ自分の中に閉じちゃってるそういう批判があるんですよね、うん、そんなことはなくて、だって相手のことを知ろうと思ったら話さなきゃいけないじゃないかと思うから、カント倫理からもそのコミュニケーションの重要性というのを私は読み取れると思っています。あ、なるほどなるほど。私ネオさんの動画も拝見させていただいて、はい、カント倫理学要するにですね、道徳法則は主観だっていうのは結構バーンと強調されてますよね。そうですね、ここだからあマジかとなんか言われてみりゃそうなのかなって、本当にそうなのかなってところでぜひね、うん、教えてほしいなってところでした。いやこれ見て私が思ったのは主観的っていうのはちょっと強調しすぎて、うん、誤解を申し訳ないです。それはというのはその、うん、いや主観的って間違ってないんですよね、はい、ただでも主観だけじゃない、うん、あくまで制限弁法によって普遍的な視点に立った上での自分の決断、うん、主観だから主観、うんと客観両方ハイブリッドだ、はいはいはい、そこがカントの私は魅力だと思っていて、うん、なんでかというとその主観という側面を強調しすぎちゃうとカント倫理学の世界ってさっき私が口にした提言名法その汝の意思の確立が常に同時に普遍的立法の原理に妥当しうるよう行為する、はいはい、すごく難しい言い方がされていて、要するに客観的な視点に立ってことが大事だっていう側面がすごく強調されるんですね。だから客観性客観性それが大事だ、声がすごく強くて強すぎると私自身は思っていて、でも客観性ってでもそれだけで本当に倫理成り立つのって思いがあるんですよね。そもそもみんなが正しいと思ったことが本当に正しいことなのっていう問いがまず一つ、うんうんうん、で仮にあるとして仮にあるとしてあるとして本当にそこにたどり着けるんですかっていう問いもある。私自身は客観だけでは倫理は成り立たないと思ってるんですね、うんうんうん、で主観だけでも成り立たない。でカントは実際にその主観と客観を融合させている、そこが私はすごいところだと思っています。あ、なるほど、まあ、確かに基本的にはカント倫理学ってまさに道徳法則に象徴されるように、まあ、客観的なその普遍的にね妥当するような法則に従うのが倫理だっていうように言ってるように、まあ、見えると。だからそうすると、うん、まあカント倫理学っていうのはその客観性をまあ大切にしてるんだなって思ってたところに、まあ秋元先生が究極が主観なんだよと。でそこでああなるほどなと。だから僕流の言い方をすると自分が客観に立ってるってすごい欺瞞の恐れがあるっていうことですよね、うん、だからその究極には主観的な立場しかまあ取り得ない、まあ、これってカントの多分その理論哲学にもまあ即してると思うんですけど、究極には主観でしかにしか立ち得ないけれども、そこにいかになんか客観性っていうのをまあ取り込んでいくかというか、それがその本でも強調している多くの意見をこう取り入れるとか、よく人の話を聞くっていうことともまあつながってるのかなという、主観なんだけどもそこには主観と客観がまあ融合してるっていうお話はなんかすごいわかるような気がしたんですけど。そう、動画見てても提言弁法とか客観性の話はしてるんで、よく言えば、うん、ネオさん の説明も決して間違ってはないんですけど、ただ、うん、ひょっとしたら誤解しちゃう人がいるかもしれないなと思った。そうですね、僕がちょっとまだ理解しきれてないのがカントのその間違いは起こり得ないって話をしてますよね。その究極は主観だけどその道徳法則に間違いは起こり得ないっていう、だから自分が道徳法則だと思ったものが道徳法則でそれに間違いは起こり得ないって、これなんでって多分まあ僕含めて多くの人も思うと思うんですよね。自分が道徳法則だと思ったものでいくら客観的にできるだけやったところで間違いの可能性は全部排除はできないよねって思うのが普通だと思うんですけど、うんうん、私がそこで、まあ、よくある質問なので、うん、よく逆に聞いて、うん、あ、ぜひぜひ、はい、客観的じゃないとじゃなきゃいけないとすると、要するにカッコつきの正解があるってことですよね。
ああ、そうですね、うん。うん。で、その正解にたどり着けなきゃいけないという話になりますね。はいはいはい。そうすると、つまり、能力的に優れていて、まあ、運もあって、そこにたどり着ける人は道徳善を、的善をなすことができる。そうじゃない、頭があんまり強くない人とか、運が良くなくて、そこにたどり着けない人は、なるほど。道徳的善をする気は、意思があるのにできないってことになっちゃう。なりますね、なります、なります。うん、そういう立場を私は取らないということです。ああ、なるほどね。完全に客観性だっていうふうにすると正解があることになるだろうっていうのは確かにその通りですね。それは似たことはその中島義道さんも言っていて、はい、多くのカント倫理学研究者はその道徳法則は単なる形式、もう論理記号の操作によって道徳法則は導けるって考えてるけど、うんうん、そんなことありえるはずないでしょって言い方してて、もしそれがそうだとすると純粋数学や論理学になってしまうって言い方をしてて、まさにその通りだと思うんですね。ああ、確かにそうですね、うんうん、そうすると私のように能力が低くて、うん、正解にたどり着けない人は道徳的善をなすことできないじゃ、うん、なっちゃうじゃないか、うんうん、私はそういう立場を取らないということです。なるほど。間違いがないっていうのもその客観的なものがあるって想定するから、それが間違いか否かっていうのが発生するってことですか。うん、そうですね。僕の一番の聞きたい関心があるところは、その要するに自己評価、明らかに人から見たら間違ってるのに誤った確信を抱くっていうリスクについては、まあ明本さんなりカントなりはどういうふうにそこをケアするのかなっていうのはすごい知りたいなっていうか、それはこの新書でも扱ったその、はい、上松容疑者の話に関係が、はい、代表的だと思うんですけど、はい、彼の例に絡めて言うと、身体障害者とか精神疾患者は生きているに値しないと、うん、世の中にいない方がいいんだと、自分ではそれが正しいと主張して、で実際に施設に入って、うん、多くの人を殺してしまったと、そういう人が現れる。でその彼の行為が道徳的に正しい可能性を認めることになってしまうんじゃないかっていう批判ですね。そうか、そうですね。批判だったり、その自分の中で、その自分が正しいかどうかっていうのを、自分が間違ってるかもしれないっていう可能性がどのようにして導かれるのかというかね。でそれはこの新書でも書いたんですけど、要するに彼もその時は正しいと思ってたと思うんですよ。だからこそ自分の考えを友人とかに、はい、恥ずかしげもなく語ってるんですよね、はい、でも受け入れられなかったと。で政治家に手紙を送ったりもして無視されたり、うん、全然受け入れられないけどそれでも行動に及んでしまった、うん、私はそこが引っかかるんですよね、うんうん、なんで自分が正しいと思ってたのならば、うん、それを説得し続けないのか、彼の言動とか追ってみて、その引用もこの本に書いたんですけど、接見に来たジャーナリストに彼が語ってるのは、まあ、ジャーナリストは彼に質問したんですね。あなたは世の中の役に立つ人間と役に立たない人間がいて、今まで役に立たない側にいたと思っていたんじゃないですかって聞いたら、うん、上松容疑者は、うん、そうだ。でも犯行に及んだ後は、役に立つ側に立てたと思っているんじゃないですかって言ったら、上松容疑者は笑って、そうだと答えたんですね。そこに彼の本心が現れていると思っていて、つまり自分に劣等感があって、その劣等感を乗り越えるというか消すというか、うんうん、そのためにつまり利己的な理由によって犯行に及んだ、うんうんうん、そう読み取れると思うんですよね、うん、だからそのネオさんの質問というか疑問は結局のところ、うん、自分で考えて自分で判断を下しちゃうと、うん、まあ普通の人から見たらとんでもない行為を道徳法則と見なしちゃうことがあるんじゃないかってことだと思うんですね、はいはい、その可能性は、うん、理論的には完全には否定できないと思います、はい、ただ個別の事例を見てみると、本人は正しいと思ってたって言い張っても言い分を聞いてると、どうもそうは思えないことが多いと個人的には思っています、うんうん、自分がなんか要するに自己欺瞞とか自分が正しいっていうようなことをできるだけ避ける、そういうために何ができるのかなってところで、その人に話して説得を続けるっていうのは、ある種なんていうんですかね、
経験的というか他者の介在をなんか必要とするものですよね。なんか、なんていうんですかね。僕もよくわかんないけど、そのなんかアプリよりになんかその自己の自己評価の正当性を確保できるみたいな話は、なんかカントはしてたりはするのかなというか。なんかそうですね。例えば、だからデカルトの会議みたいに、その自分が欺かれてるかもしれないっていうのは、こう自分の中でこう思考することによって結構可能になってるっていうのが、あると思うんですけど、そのいろんな人に話を聞くっていうのは経験的なことだと思うんですよね。じゃあもしその人たちが大賛成しちゃったら、まあダメなわけじゃないですか。もしかしたら。だからなんかその伝わりますね。そのカントの中で。わかります、わかります。多分引っかかってると思うのは、うん、カントは提言明法についてこういう言い方もしてて、はい、要するにある行為原則が普遍的になった場合に矛盾が生じる。そういう事態を考えることそのものが不可能な確率は、まあ、行為原理ですね、採用すべきでないという言い方をしてるんですね。はいはい。要するに、これはさっきちょっと話に出た、完全に論理的整合性、論理的な矛盾の有無を問題にしてると読み取れると思うんですよ。まあ、それは完全に、アプリよりの頭のだけの思考実験ですからね。で、多くのカント倫理学研究者はそれが妥当だと思っている。ほほほ。でも私はそうは考えていません。はい。うん。論理的整合性のみから道徳法則を導くというのは無理だと思っています。ああ、そうか。それがさっきの記号操作みたいな。あ、そうです、そうです、そうです。うん、それだと、純粋数学や論理学の話になっちゃうから、うん、もしそれができるというのであれば、うん、一人一人が考える必要そもそもないですよね。まあ、確かに。正解が決まってるわけですから。うん、うん、うん。もう誰かできる人の箇条書きにでもして10回みたいに、うんうん、はい、これが正解ですってやって、うんうん、私たちそれに従っていればいいだけになっちゃう。カントの提言明法って、なんかでもパターン化されちゃって理解僕もしちゃってるんですよね。例えば、だから嘘はついてはいけないとかっていう、なんか道徳法則って、だから要するにもうパターンがあるんでしょみたいな、なんかそんな感じにやっぱイメージしちゃってるんですけど、まあそうじゃないってところなんですかね。うん、そうすると、だから現実との相が生じてしまいますよね。うん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 、極端な話、殺人だって、すべての殺人がじゃあ道徳的悪なんですかっていう話ですよね。うんうんうん、例えば、緊急避難とか正当防衛とか考えられますよね。もしくは、今、ウクライナで戦争していますけど、自分の国を守るために戦っているウクライナ人、すべて道徳的悪なんですかという話ですよね。うん、まあ、そうだって言う人もいるかもしれません。でも、みんながみんな、はい、うん、殺人はみんな悪ですとは言いませんよね。はいはい。いやなんかね、どうもだから僕の中で引っかかってる事例が、例えば、まあもっと小さい事例で、まあだから学校でのいじめとかで、いじめグループはもうみんなが、こいつはもういじめられるべき存在だみたいな、もうみんなで一致しちゃってるみたいな、クラス全員がみたいな、そういう中で自分の考えっていうのが、まあ正当だっていうことを、やっぱいかにか、なんか他の仕方で確保できないかなっていう、その、まあ、もっとね、もっと広い世界に出ればそれが間違ってるってのは分かるかもしれないけどっていう。そうなんですよ。それは狭い世界だから正当化されるのであって、うん、その外を出たら、うん、に出たら、それは正当化されないでしょっていう、私はそう話を持っていきます。うん、ああ。要するに狭い世界はそれ普遍性と言わないでしょって。まあそうですね。特性のヘルプじゃないかって。うん、はいはいはい。だからできる限り自分と違う離れた立場の人の、うん、立場に立つ、もしくはコミュニケーションする、もしくはもう正反対の立場の人との立場に立つ。ああ、そうすることで、そうか、まあ、自分が本当に正しいのかどうかっていう、まあ試金石というか判断材料になるってことですね。より普遍的な立場に立てるってこと、ね、うん、確かに確かに。ああ、そうかそうか。だから完全になんかアプリより決定できますみたいにしちゃうと、正解があるとか能力によるっていう話になっちゃうってことですね、うん。ああ、なんかだんだんようやくちょっと理解が遅くて申し訳ないですけど、ようやく少しつながってきたんですけど。なるほどね。まあそういう感じで自己評価の正当性を確保するっていうのは納得いきました、僕の中でも。手前味噌の話というか例なんですけど、本にもなんかそういうことはちょっとちらっとは書いてるつもりなんですけど、私自身がそんなに能力的に高いという自覚がなくて、むしろ泥臭く生きてきたという自覚があって、自分の判断力がそんなに優れてると思わなくて、よく何か判断をして行為した後で、その判断おかしいよって言われることがよくある。
うんうん、それでよく思うんですよ。判断を間違えたからって道徳的な落ち度になっちゃうと、それはおかしいよねって思うことがよくあるので、そこすごく秋元先生の本の中でも本当に一番面白いなと思った部分で、その良かれと思ってやっても差別になるって話されてたじゃないですか、うん、でもうなんかその話と多分通じますよね。いや、よくあるんですよ。こっちはそれが正しいと思って相手のためを思ってやったけど、うん、もう判断そのものが間違っていたとか、そうそう、うん、やり方が悪かったとか、うまくいかないことがよくあるから、差別は意思と関係なく生じるというか、そこはすごい面白くて、あれ、そこもなんかカントが基本的にそう言ってたんでしたっけ、まあ、はっきりとは言っていないんですけれども、うんうんうん、カントが言ってるのは要するに、まあ、心の中で思うことと口に出すことは別だ、うんうんうん、要するに例えばある人を見て、あ、猿みたいだと思っちゃうことあると思うんですよね。はいはい、それ自体差別じゃない、しょうがない、自然な感情だからそれはしょうがないと。でも君猿みたいだねって言っちゃうのはそれ侮辱じゃないか、そこは線引きすべきだというような言い方はしてます、うん、まあ思っちゃうことはしょうがないっていう。そうなんですよ、感情だから、感情はコントロールできないから、あ、なるほど、しょうがないという言い方はしてます、うんうん、道徳的な善悪と感情っていうのをまあバッチリ分けるっていう感じなんですかね、うん、そうですね。だから、まあ、それに関連して例えば、うん、今何かを食べたいとか何かしたいとか、うん、ああ、ネオさんのことも気に入らないから殴りたいなと思うこと頭の中で思ったとしても、それはしょうがない感情だから、はいはいはい、自然に湧いてきちゃうものだから、うん、それが道徳的にいけないとは言えない、うん、という理屈です。秋元さんが一番その強調してたそのカント倫理学の特徴っていうのは、その道徳的善とか道徳的な悪の確実性っていうようなお話されてたと思うんですけど、うん、やりたいと思ってやれないっていうことがもうないし、というか、で、心ならずも悪をやってしまうっていうこともないっていうようなお話されてたと思うんですけど、ここを詳しくちょっとお話聞きたいなと思ってたんですけれども、そのどういう、なんかちょっと分かりづらいような、なんかやっぱりどうしてもね、能力足らずに やれないとかやっちゃうとかってことはやっぱあると思うので、でもそんなことはないんだっていうところをちょっと聞いてみたいです。まあそうですね、うん、まあどこまで細かいことを話したらいいのかなって考えはあるんですけど、はい、うん、まあすごく簡単に言うと、カントが悪だというのは、自分が定言名法を用いていかなる確率が、要するに行為原理が普遍的に妥当しうるかどうかと考えて、いや妥当しえないと思い立った、うん、思い立っているのに、まあ、簡単に言い方すればそれはすべきでないと頭では分かっているのに、うん、自分の都合でそれを成してしまうこと、うん、それが悪だということですね。だから自分が知らない間に悪を成してしまったということはないということです、うん、知らず知らずのうちに差別しちゃってたっていうのはそれとは違うんですか。だから、うん、結果的には悪いって言えるかもしれませんね、その結果自体は。あ、そうかそうか、うんうんうん、でも結果の悪さは道徳的な悪さとは別だってことです。ああ、そうかそうかそうか。はい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 。ネオさんの動画を見て、ちょっと感じたのは、結果の悪さに引きずられちゃってる、はいはいはい、があるなと思ったのは、これネオさんの視点自体はすごく興味深いと思った点があって、ね、植松容疑者は他者を説得できなかったと。はいはい、でも、植松を説得できなかった彼の周りの人にも責任があるんじゃないかって話を、ネオさんはなさってますね。はいはい。で、それも悪なんじゃないかって言い方もされてて、でも私がその箇所を聞いて思ったのは、でもそれって植松容疑者が犯した結果に引きずられて悪って言ってるんじゃないかと思った。なんでかっていうと、その話を聞いた時点で彼が何をするかなって分かりませんよね。普通に話していて、あ、考えが合わないなってことはいくらでもあると思うんですね。で、だからといってその後でその考えが分からないなと思った人がとんでもないことをしたとしても、うん、説得できなかった私に責任、道徳的責任が生じるとはならないと私は思います。どういう話をしたら、その殺そうと思ってんだけどっていうもし話をしたら、あ、そうです。まあそこまで極端にはっきり言ってれば、まあまあまた別ですけど、うん、話してる時点では、うん、話合わないな、考え方合わないなってことはいくらでもあると思うんで、今から襲撃するってしたらまた別ですよ。したら体張ってでも止めなきゃいけないけど、はいはい、あ、なるほどなるほど。確かに結果に引きずられてるっていうのは一切結果とは関係ないっていうのがカント倫理学の特徴で、確実性っていうのは自分がなすべきでないっていうのを知りながらっていう、知ってるか知らないかっていうところはそうですね、うんうん、だから本当はもう体張ってでも止めなきゃいけない、もう説得し続けなきゃいけないけれど、ああもうやだ、めんどくさいっ
で、それでやめちゃったらそれは悪だと思う。説得すべきだってことを知りながらしなかったらってことですよね。うん、そうですね。あとそれに関連して、その点も気になったのは、その、はい、やろうと思ってできることとできないことがあるじゃないですか。はいはい。説得しようとした、それは意思でもってできる。うん、だけど実際に説得に成功するかどうかまた別問題ですよね。やろうとしてやった、でもできなかった、でもそのできなかったことも倫理的な落ち度にはならないはずですよね。そこ結びつけちゃうと、まさにさっき先ほどの話で能力的なことが関わってきちゃうから。確かに確かに、なるほど。そうか、結果にこだわらないっていうのはもう能力の差を、だから逆にまあ無視するというか考慮に入れないっていう、ようやくなんかちょっとずつ分かってきました。あ、でも言われて、あ、面白いなと思いました。その上松容疑者を説得できなかった方にも責任があるんじゃないかと指摘は、あ、そうそう、面白い視点だなと思いました。道徳的 なんか義務があるんじゃなかったのかみたいな、そういうことですよね。やっぱ差別する側に厳しすぎないって、なんか僕がちょっと動画でその言ったのは多分その辺だと思うんですよね。あ、じゃあその辺も解決というか、解けました？そうですね。まあ、なんか僕がその、やっぱ結果ありきで多少言ってるっていうのは分かりました。結果を考慮に入れないっていうのが、カント倫理学の特徴で、まあ、それがだから、道徳的善とか悪とかの確実性っていうことも、そことつながって言えるっていうのは分かりました。そうですね。その点にまた関連して、はい、ネオさんが指摘していらしたのは、まあ、私の立場について、差別については厳しすぎる、はい、で動物については緩すぎるみたいなことを、そうですね、肉食には甘くて差別に厳しいんじゃないかって、そういう話しましたね。正直私はその、その意味がちょっとよく分かってなくて、というのも、例えば今日何食べた、肉食べた、はい、多分何も思わないと思うんですね。はいはい。今日何した？差別した？いや、それはダメでしょって思うと思うんですよ。だから、そこが違うのは、それはそうだと思うんです。でも、そういう意味じゃないんですか？どういう意味だったんでしょう？あ、つまり、差別っていうのを重く見て、繰り返しになっちゃいますけど、肉食っていうのを、そんなに重要な問題じゃないっていうふうに見てるのかなというか、結果生じるものの大きさと小ささで、やっぱりなんか、甘さ厳しさ変えてるって言えるんじゃないかっていうのが、まあ僕の動画のちょっと生意気すぎて言うのがはばかられるんですけど。確かに私が書いたのは可能性の問題として、今代替肉とかありますね、だからそういう技術が発達していけば、ひょっとしたら将来は動物を殺さないで、まあ肉に近いものを食べられるようになるかもしれないってことを実際書いたんですね。はい、それは私としてはそういう一つの可能性もあります、それ以上の意味でも以下でもなかったんですけど、はい、多分ネオさんはこれが結論、大事な部分で、これが解決してくれるんだと私が言っていると多分解釈されたんだと思うんですね。そうですね、はい、その技術、私はそんなつもりはなくて、一つの可能性を述べただけだったんですけど、多分説の最後にこれ持ってきちゃったから多分そう読めちゃったのかなと、ただその章の最後には改めてその動物倫理についても触れていて、まあ、そこで書いてるのは、現状では動物が苦しんでいる、それは事実であり、もっと良い環境にしようっていうのはそれ否定できませんよね、だから一人一人ができることがあるはずだから考えて行動しましょうってことも書いていて、こっちは主眼なんですね。だから時間が解決してくれるとか、技術が解決してくれる、そこに私の主眼はなかった。なるほど、なるほど。これはちょっと僕が意地悪かったかもしれないんですけれども、いやだから、私の書き方も悪かったのかなとは思わなくもないんで、今回の話って多分肉食のことと、だから差別のことっていうのが主眼になったと思って、まあ今までだから差別の話結構してきましたけど、だから肉食で、僕がこの動画を作った後からこうちょっと感じたことがあって、この動画で言ってるのは、人間中心主義、要するに人間中心主義的な見方で動物を大切にしましょうっていうのは、その動物倫理学の主流ではないっていう話をしたんですよね。で、多分この指摘自体は別に僕間違ってるとは思わないんですけど、ボスさんがその人間中心主義も悪くないって言った理由は、なんかもっと別の意図があるんじゃないのかなって思って、つまり逆に言うと、秋元さんがどう考えてるのか分かんないんですけど、人間中心主義じゃないとむしろいけないっていうふうにさえ、もしかしたらそういう意見もあるんじゃない、あり得るんじゃないかなって思って、つまり動物に権利を認めるっていうことは、カント倫理学的には無理だっ
ていう主張もあり得るんじゃないのかなって思って、もしそういう意味だったら、その動物への配慮っていうのは、その権利じゃなくて、その人間中心主義でしか多分ありえないと思うんですよね。なんかもしかしたらそういう意図があったのかなって思って、その人間中心主義も悪くないっていうところをなんか改めて詳しく聞きたいなと思ってたんですけども、なんか伝わりますかね、何を言ってるのか。そんなに私としては人間中心主義が素晴らしいという気はなくて、あ、まあ、ここで紹介方したんですけど、はいはい、うん、言うほど間違ってないでしょって程度のつもりだったんですね、うん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 、で動物を虐待されてるとこ見たら嫌な気持ちしたり、もしくはしてる方も動物にそういうことできるってことは人にもできちゃうんじゃないの、感とは共感感情が劣化しちゃう、でそういう言い方してて、根拠は人間にあるわけですよね、うんうん、相手が嫌な思いしちゃったり自分の共感感情が劣化しちゃったり、だからよく、うん、でそれ自体は間違ってはいないと思うんですよね。間違ってはないです。人としては、うん、はい、人間中心主義だからけしからんって、そんなに200年以上も前に生きていた人が言ったことを批判するようなことでもないんじゃないか、うん、人間中心主義こそ素晴らしいとか、うん、それ以上のことは言うつもりはありませんでした、うん、多分カント本人からした動物の権利って多分認められないと思うんですよね。僕も詳しくないですけど、カントの権利の基礎ってやっぱ理性的存在者であるっていうのが絶対条件ですよね、多分。だから、うん、そこでその動物を権利対象として認めるっていうのがカントから外れてしまうかみたいな、そういう考えがなんか秋元さんの中にあるのかなってちょっと思って聞いてみたんですけど、うん、そうですね、まあ、この本にも、まあ、そういうことは書いたんですけど、やっぱり時代的な制約を受けているっていう側面はして、うん、できないと思ってて、うん、カントが今の時代生きていて動物もこんなことできる、これだけ考えてるってことは明らかになった、そういうデータを見たら、うん、同じことは言わないと思います。あ、マジっすか。あ、そうなんですね、うん、僕はそこでいやカント今に生きてても同じこと言うんじゃないかなってちょっと思ったんですよね、うん、だからそれをちょっと聞いてみたかったっていうか、もしかしたらだからやっぱ決定的に違うんだっていう話をするのかなって思ったんですけど、ちょっと僕も全然整理できてるわけじゃないんで、うん、あれ推測でしかないから答えはないんですけど、はい、うん、まあどうだろう、うん、私の願望も入ってるかもしれません、カントが、うん、そう言うんじゃないかなと。今の時代生きていたら動物に理性は全くないとは言いにくいと思います、うん、だから、まあ、どのような理性であるかってことですよね、うん、例えばスピノザだったらなんかすごい分かりやすいんですよ。どんな人間も動物も植物ももう自分の能力を最大限使って好き放題できる権利があるっていう、この点ではもう人間も動物も植物も権利は全部同等みたいな話をしてるんですよね。カントの場合ってまたちょっと違うような気がするんですよね。なんか倫理の基礎に道徳法則をに対する尊敬とかなんかそういうものが倫理の基礎にあるっていうところから、人間にだけ認められる特別な能力っていうのをなんか基礎に置いてるような気がするんですよね。全然間違ってるかもしれないですけど、今私がまあ、ふと思い出したというか思い浮かんだことなんですけど、例えば全部のチンパンジーだったかな、嘘をつくこともできるっていうんですね。タブレットでコミュニケーション取れて嘘をつくことができる、うん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 、それって理性的な働きだと思うんですよね。あ、じゃあ例えばカントはどう考えるかっていうのはちょっと試しに聞いてみたいんですけど、寝たきりになっちゃってまともにコミュニケーションができないっていうその高齢者の方がいたとするじゃないですか。ほっといていいってことには絶対ならないわけですよね、うん、で、それっていうのはその理性的存在者だからそのように大切にするっていうことではなくて、カントだったらそのこういう、まあ、おじいさんなりおばあさんなりをきちんと尊重してケアしないっていうことが人間の品性として醜い行為だから、うん、ケアするっていうことになるような気がするんですけど、そうですね、後者な理屈になると思います。そうですよね。だから、うん、動物に関しても多分カントは絶対そういうふうに考えてるわけですよね。そうですね、地方が始まっちゃってるような老人も同じ理屈が当てはまりますよ、確かにね。もともとは理性があったと、でもだんだん、はい、地方が進んでったら、はい、それってゼロか100じゃないってことだよね。だん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 、そうですね、うん、
異性が後退していくっていうんですかね、うん、まあ、そこで理性的存在者としては扱ってないわけですよね。カントがケアする場合っていうのは、うん、そいつが理性的存在者だからケアをするっていうことではなくて、僕のイメージだとその理性的存在者っていうグループの中で権利っていうのは成り立つと。で、その理性的グループから外れたやつは別にその権利はないけれども、権利を持つ我々の品性としてこいつらを大切に扱うのが理性的存在者としての義務であるみたいな、そういうなんかイメージを持ってるんですけれども、うん、まあそうすると誰が外れたみたいな話になっちゃうと思うんですけど。だからネオさんもそこに引っかかってるってことですね。要するに人間中心主義というか理性的存在者主義っていうんですかね。そうです、それをカントはそう簡単にはひっくり返さない気がするんですよ。あ、なるほどなるほど。さっきおっしゃったのは、今生きていても同じこと言うんじゃないか。そうですそうです、そうです。話一つ流れですね。だから動物を理性的存在者のグループには絶対入れない、だから権利も認めないって話をするんじゃないのかなって思うんですよね。厳密な線引きはできなくなってるかもしれないけれども、明らかにその理性的存在者として扱うか扱えないかっていうのはもうわかるだろうというか、だからなんかその辺が人間中心主義っていうことをカントはやっぱあくまでも維持するのかなってちょっと思ったんですよね。そうね、だからなんかさっきちょっと私も言い換えたように、人間中心主義と言い方が誤解を生むのかもしれません。理性的存在者主義というのは本当は適切なのかもしれない、はいはい、人間中心主義という言葉もカントを批判する人が作った言葉だから、あ、確かに確かに、ちょっとマッチポンプに見えなくもないんだけど、うん、まあ僕はなんかいい意味での人間中心主義っていうのがなんかあり得るのかなというか、うん、あ、なるほどなるほど、いいですか、具体的にどういうことでしょう、いい意味の人間中心主義、あ、なんていうんですかね、つまり人間っていうのが理性を持っているっていう点で、まあある種だから特別な高貴な存在であるということから照らし合わせて、義務を果たすべき存在であるっていうような、自らの品性を貶めるべきではないっていうような、まあそういう意味で、まあいい意味というか、うん、カント倫理学研究者は結構そこが多分気に入ってると思っているんじゃないかなと思うのは、要するにカント倫理学というのはもうすごく純粋で崇高で、その下から仰ぎ見るような倫理学説、ああ素晴らしい、ありがたいって、世の中にそういうイメージもあるし、カント倫理学研究者は、うん、それがいいんだ、それが気に入ってるって面もあるんじゃないのかなと思ってて、逆に私はそこが、いやでもそんな下から仰ぎ見るばっかりじゃ実践に耐えられないんじゃないのって思ってて、私はどっちかというとだから地に足つけた倫理学というカント倫理学というスタンスです、うん、自由ですかね、多分動物とかその関係で言ったら、うん、その権利とかの関係で言ったら自由を認めるっていうことが、カント的なその自由の基礎っていうのが多分どこにあるのかっていう話なんですよね。多分カントが自由っていうのを認めるその本当に基礎とか根拠になってる部分、やっぱ理性って言っていいんですかね。そうですね、うん、理性だと思います。それで今また思い出したのは、私は動物とか飼ってないんですね、はい、飼ってないけど飼っている人がまあ結構周りにいて、見ててそこら辺にうんとかするわけじゃなくてちゃんと我慢できるんですよね。要するに感情をコントロールしてるんですよ、その動物は、例えば犬は、まあ、カント的には倫理的善じゃないし、うん、純粋な意味では理性的じゃないってことになっちゃうんですけど、だからそれもさっきの話にだから戻るんですけど、理性は0か100じゃないって話ですよね、うん、少なくともあの感情をコントロールするだけの理性はある、それは否定しようがないと思うんですね、うん、かといってまあ見返りを求めずにやってるのか、それはまた別問題ですけど、でもカントも狼にもまあだから子供をケアするとかって書いてあるわけですよね。カントも別にそのある意味では狼も理性を持ってるってことは絶対否定しないと思うんですけど、だけど理性的存在者ではないっていうふうにしますよね、うん、そこってどうしてなんですかね。そうなんですよ、だからある意味では理性的だけどある意味では理性的じゃない、うん、ネオさんが指摘していらした、はいはい、カント倫理学、動物倫理学の基礎が、はい、あのカント倫理学のうちにあるはい、文面が、まあ、私の本の中にあって、でそれは田上先生の動物倫理の本から引用した文章なんですけど、ここちょっと説明不足なんじゃないかって指摘されてましたね。あ、そうですね、はい、これだと誤解なんじゃないかみたいな言い方、その通りだと思います。田上先生が言っている根拠というのかな、どうしてカント倫理学が動物倫理の基礎になるっていうその根拠と私が言っている意味は一緒じゃないです、うん、それはその通りの指摘で、もっとちゃんと説明すべきだっ
だし、そうですね、だからそれはその通りでした。人間中心主義っていうのを権利の基礎というかね、そういうふうに見れる可能性がもしかしたらあるのかなってちょっと思って、そこで動物倫理学で言われてるのがその、まあ、動物にも自由があるっていうことを認めるから。そうそう、だから田上先生がおっしゃってるのは、うん、自分でも寛骨脱退してって言い方してますけど、もう完全に関東を越えて人間だけじゃなくて動物にも権利を広げようって文脈だから、うん、だからそこもその寛骨脱退したら関東じゃなくなっちゃうんじゃないかなっていう疑問もちょっとある。そこなんですよね、うん、そうなんですよ、私もそこ引っかかっててそこまで行っちゃったなって、うん、そのそういう意味でも本当はつなげちゃいけなかったのかなと、うん、今になって思ってます、うん、この寛骨脱退を関東は許すのかっていうのが僕のなんかうだうだ言ってたやつの一番根本の基礎にあるんですよ、うん、わかります、私も、うんうん、そう思います、うん、だからその今関東が生きてても認めないんじゃないんですかねとかってちょっと聞いたりしてて、うんうん、そうですね、うん、だからむしろ田上先生がツイッターで、うん、まあ私の言ってることとそんなに違わないかなみたいな言い方してたのが、うん、自分としても意外でちょっと踏み込んだつもりだったけど、もしくはいや君理解間違ってるよって言われても仕方ないかなと思ったんですけど、うん、手加減してくれたのかなだからそのね、寛骨脱退が許されるのかっていう意味で改めて僕関東をこう学んでみたいっていう気持ちがこう高まってるというか、うん、そうですね、うん、そこは、うん、いい突っ込みどころだと思います、うん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 、それであと人間中心主義っていうのが悪くないっていうのは、これはもしかしたらすごい真意があるんじゃないかみたいな。まあでもそっちで切り込んでみても面白いかもしれませんね。他に秋元さんが高いです。もう一点、私が気になった点、はい、ベンさんの話で、ベンさんは自分で動物はね、苦しみを感じるから、うん、殺すべきじゃないと。だけど自分では肉を食べていくと。はい、そこを私指摘して、はい、ネオさんは、秋元さんはどうなの、自分の稚語を一致してるのかって言い方をしてて、私がそこで思ったのは、でも、ベン様は自分で肉を食べない、食べるのは良くないって言ってるのに肉を食べてるのが、はいはい、それは成功性ないんじゃないのかって私のツッコミで、私が肉を食べないとは言っていないから、そこは同列じゃないんじゃないかと思ったんですけど、うん、あれはどういう真意だったんでしょう。あれはそうですね、だから、その表面上だけで言うと、その別の場所で環境、より良い環境を残す義務はあるおっしゃってるじゃないですか。で、動物倫理の問題って環境問題もかなり大きいわけですよ。だから肉を食うっていうのが基本的にもう環境に悪いっていう理屈があるわけですよ。それと環境、より良い環境を残すべきだっていうのは矛盾するんじゃないんですかっていうのが僕の主張の意味ですね。肉食が環境に悪いっていう前提に立ったらってことです。環境倫理の立て付けでは肉食は絶対ダメだよっていう方がおかしいと思うんですね。はいはいはい。さっきの話で、それはじゃあ答えなの？正解が、道徳構造に正解があるってことなの？って話になっちゃうから、あくまで一人一人が考えて自分ができる範囲ですればいいという話だから。うん、そうですね。それをしていれば、少なくとも倫理的な意味では批判の対象にはならない。そう、そこなんですよ。だから、これをしてれば、あるいはこれをしてないから、自分は、いや、お前は倫理的だ、倫理的じゃない。っていうのは多分関東的にも違うんじゃないのかなって思うんですよね、絶対、うん、そうだから見た目からは判断できないってことですね、うんうん、だからそれが一番最初の客観的な基準はないっていう、まあ、究極は主観的だっていうところともつながるってことですよね。その、まあ、見た目では分からないって話で、例えば炭酸飲料ありますね、はいはい、振ると炭酸抜けちゃうじゃないですかはいはいはい、私が飲みかけの炭酸飲料を子供が取って振ったんですよ。私は結構強い口調で、おいおい、何やってんの、炭酸飲料じゃないかって言ったんですね。まあ、炭酸つけたらまずいですからね。はい、その子供が言ったのは、炭酸を振れば復活するのかと思ったって言ったんですよ、はいはいはい。あなたが喜ぶと思ってあなたのためにやったんですってことだったんですね。まあ、シュワーってなりますもんね、振ったら。うん、そうそうそう。それを聞いて、ああやっぱり見た目で判断しちゃいけないなって思った特に子供を相手にしてるとよく思います。子供はよく勘違いしたり分かってなくてやる、うん、だけど本当は人のためにやっていたとか、うん、そういうことって本当よくあるから決めつけちゃいけないなと、うん、よく思います。だからどうしても、むしろだからそこで怒っちゃいけない、むしろ褒めることが大事だと思うんですよね。事実として間違ってた、間違ってたけどいいことしようとする、そのこと自体は大事なんだよ、大切にしてね、うん、そのこと一言ってすごく大事だと思うんですよね、うん、そしたら失敗したけど今後もいいと思ったことやろうって、
思える、そうですね、それって大事なことだと思うんですよね。あ、だからやっぱりそのカントのやっぱ最大の特徴がやっぱ結果にこだわらないというか、結果の問題じゃないっていうのが今でも最重要な、そうですね、うん、結果を重視しちゃうとやっぱこれをやってたら善、これをやってなかったら悪ってなるわけですよね。だから完全にだからその正解みたいなのができちゃうってことになる、うん、だけどカントはだからそういう正解っていうのを逆に作らせないというか、何をしてりゃ道徳的に善とか悪とかっていうことが、絶対にそういうことを言わせねえっていうのがそのカントの倫理学なんだとしたら、これはすごいなんかインパクトある主張だなっていうふうに今ちょっと思ったんですけど。だし、うん、その通りだと思いませんか？うん、思う。そう、だからまた動物倫理の話に戻るんですけれど、あ、はいはいはい、ドイツなんかは普通いるんですよ、ベジタリアンとかビーガンが。はいはい、もうタイもいますね。はい、うん、あの学食なんか行ってもそういう人用のコーナーがあるぐらいで、うんうんうん、まあ、それ自体いいことだと思うんですよね、自分で意識持ってやっている、はいはい、ただ残念だと思うことがあって、うん、まあ、みんながみんなじゃないんですけど、そういう人たちの一部は俺たちは正しいことやってる、うん、で肉を食べてるようなやつら分かってないんだ、あいつら分かってない、考えてもいない、要するに自分たちは正解の側にいて、うんうん、肉を食べてるようなやつらは分かってない、間違ってるんだ、うん、決めつけちゃっているのが言動から察せられちゃうような人たちがいる、うん、それはすごく残念だと思ってて、やってることは、うん、あの応援したいけど、うん、あのそれもこの本にも書いたんですけど、要するに授業中なんかでもよくディスカッションとかさせるんですよね。でも特に肉食の話は難しくて、もう完全になっちゃう、そうなんですよ、肉を食べない側はお前たち分かってないから肉食べられるんだって言って、肉を食べてる方はどうしても食べ続けたいから無理でも正当化するみたいな、もう白か黒に分かれちゃうことが多いんですよ。それがすごく残念だと思っていて、うん、結果の良し悪しには一切関係ないっていう視点がなんかかなり重要なのかなってやっぱ気がしてきますね。肉を食べるイコール悪っていう価値観を持っているのは透けて見えちゃう、うん、でもそんなことを言い切れないでしょうって、いろんな事情がある、人それぞれ、うん、いろんな事情があっていろんな考え方があるから、うん、行為だけじゃ決めつけられないでしょって話なんですよ。だからそうですね、うん、私の知り合いのドイツ人が、まあ、ドイツ人みんなそういう傾向にあるんですけど、すごく太っていて、その見た目から、まあ、不摂生してるんだろうなとか、肉ばっかり食べてるんだろうなって、はいはい、まあ、私も正直そういうイメージあったんですよ、はい、だけど仲良くなってみると全然違ってって、すごくストイックで、すごく計算してて、親がすごく太ってる、もう遺伝的にそういう体質なんですから。はいはいはい。だから、うん、それも話も聞いて、しょっちゅうなんですけど、あ、やっぱり決めつけはいけないなって、本人は頑張ってて、うん、できることはやっている、それでも太っちゃってる、改めて、あ、決めつけは良くないなと思いました。なんか改めて、カントの重要性を教えていただけたような感じがしたんですけど、どうでしたか、ね、少し、あの、はい、カント主義者の方向に、触れましたか、はい、そうです。なんか僕もね、なんかよくかん、なんかネオゴトユミはなんかカント主義者だとか、なんかよく言われるんですけどね。なんか自分ではそんなつもりなんですけど、僕は読書会サークルっていうのもやってて、まあこれも雑談なんですけど、去年は宗教論、単なる理性の限界なのって読んでてずっと、それ読み終わって、それで今年の夏ぐらいから、純粋理性批判と判断力批判をちまちま呼び出したんですよ。まあ、まあ宗教論はまあ倫理学分野でもありますけど、ね、そうですね、結構、まあ、純粋理性とだから実践理性ので得た見識知見をもとに論じてるっていう印象だったので、最初の方にカントの悪の話ありましたね、やり取りしたじゃないですか。でそこで、あ、どこまで話そうかなって言ってだと思うんですけど、というのは私の中でその宗教論の記述が頭の中にあって、うん、あそこの悪論は手ごわい、それは正直横に置いて書きました、この新書の方は、うん、悪であるが、でも善でもある、善でもあるが悪でもない、でも悪であり善であるというのはありえないって、なんかそういうなんかもう善とみたいな文明は結構あって、うん、あ、はいはいはい、今考えてるのは一般向けのカント倫理の本を何冊かもう出してるし、今進行中のもあるし、
はい、でも私としてはそろそろ専門書も書きたいと思ってて、正直一般向けの方はわざとぼかしてる面もあって、善とは何かとか悪とは何かとか、うん、本では分かりやすく表現してやってますけど、本当は、うん、こんなこと言っちゃ本当良くないのかもしれないけど、本当はそんなこと言い切れないんだよって思いも頭にあって、うん、だからそういう人に対して専門書で書きますからとか、うん、あもうここで書きましたかって言えた方がいいなっていうのが、うん、具体的な出版予定があるわけじゃないんですけど、うん、そろそろそういうのも出したいな。なるほど、一旦もう厳密にもうきっちり書き切るっていうのを、うん、まあ一個ベースとして作るみたいな、そういうそうですね、新書読んだ人の中からもネット上に、こんなの言い切れないんじゃないかとか、これおかしいんじゃないかって声もあるから、はい、そういう人に対して、うん、ここ読んでくださいって言えるようなのがあればいいな、引き受けてくださる出版社があればいいな。そうですね、まあ専門書だからあんまり売れないと思うけど。うんうん、じゃあまあ一旦こんなところで終えますかね。じゃあ本日は、今を生きるカント倫理学集英写真書の著者である秋元康隆先生にお越しいただいて、いろいろと話を聞いてみました。改めてありがとうございました。ありがとうございました。皆さんさよなら。